ハロー、 My name is サリ長吉。こんにちは、長吉サリです。福岡出身で現在東京でヘアメイクアップアーティストとして活動しております。よろしくお願いいたします。次に私が行っている環境保護活動についてお話しします。私は環境保護活動として3つの活動について取り組んでいます。まず1つ目は、原料から容器まで環境にも肌にも優しいリンスフリーという韓国のブランドであるメイク商品をヘアメイクの仕事でもプライベートのメイクでも使用しています。こちらのリンスフリーでは肌や環境に優しいだけでなく、空き容器のリサイクルまで行っている素敵なブランドとなっております。2つ目は、毎日私はマイボトルを持ち歩いています。マイボトルを持ち歩くことによりプラスチック削減となり、環境にも優しく節約にもなります。最後に3つ目に、毎日マイバッグを持ち歩いています。マイバッグを持ち歩くことにより節約にもなり、コンビニやスーパーで生まれるプラスチックの袋の削減にもなるので、環境に優しく環境保護活動ができています。以上の3つのことを毎日行っているので、環境保護活動として行っております。以上です。今では女性だけでなく多くの男性もメイクをするようになっています。メイク道具は毎日使うものです。そんなメイク道具が私たちが暮らす地球に悪影響を及ぼしているのかもしれません。私が紹介したイニスフリーのような原料から容器まで地球に優しいものを使ったブランドが増えていけばいいなと私は思っています。さらに私のようにマイバッグやマイボトルを持ち歩く方が増えたらいいなと私は思っています。節約にもなりますし、地球にも優しく、体にも優しく、健康に生きることができると思っています。そのことを日本中そして世界に伝えるためにも、私がこのミスエコティーンインターナショナルジャパンに選ばれるべきだと思っています。